5G 通信の開始、加速する IoT 化、さらに生活様式の変化により求められるサービスやテクノロジーが一変しています。今、半導体の製造においてもスピーディーにかつ柔軟に対応しなければならない時代が来ています。ミニマルファブ、それは半導体の多品種少量の製造に最も適したソリューション。もしあなたのアイディアをすぐ形にしたければ、ミニマルファブのデバイス試作をお試しください。ハーフインチウェハを製造単位とするミニマルファブでは、大口径化が難しい特殊な材料や高価な材料でも手軽に試作が可能です。さらにマスクの作成が不要な直接描画方式、試作の PDCA サイクルを低コストかつスピーディーに回せます。クリーンルームも不要で、必要最小限の材料しか使用しないので、 SDGs にも大きく貢献します。横川ソリューションサービスでは、さまざまな方法でデバイスの実現を後押し、お客様と一緒に試作・開発をするプラン、丸ごとお任せプラン、ミニマル装置をレンタルするのみのプランからお選びいただけます。試作は東京・武蔵野市にある横川ミニマルアプリケーションラボにて行いますが、オンラインでのやり取りも可能。まずはお客様のご要望をしっかりとヒアリング、それを踏まえミニマル装置の性能を熟知したエンジニアがお客様の代わりに条件出し、レシピの構築を行います。集積回路からMEMSの試作まで対応できるエンジニアはあなたの心強い味方です。マスクレス露光のミニマルファブなら試作期間も短く、修正への対応も迅速なので安心。例えば既存のサービスで一度試作を行う間に、ミニマルファブでは試作の PDCA サイクルを3回から5回回すことが可能です。開発スパンの圧倒的な短縮につながります。ミニマルファブの導入をご検討の方には、横川ソリューションサービスがコンサルティングから環境構築までワンストップでご対応いたします。時代に合わせて多様に変わっていく半導体製造の在り方、ミニマルファブの試作サービスがその未来を叶えます。